マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。今回は40代からでも痩せる簡単なダイエット法についてお話しします。40代過ぎるとこんなことないですか？前はちょっと運動したり、少し食べる量減らせばすぐ痩せてたのにとか、更年期なのかイライラしてしまってついつい食べ過ぎてしまう。また最近は好きな服を選ぶよりもサイズを先に見てね、買ってしまうなどなどですよね。そこでこの動画では、なぜあなたが40代過ぎるとなかなか痩せにくくなってきたのか、そして何をすれば40代を過ぎても簡単に痩せることができるのかというその方法がわかります。ぜひ最後までご覧くださいね。40代を過ぎた女性が太る原因、3つあります。1つ目、悪玉菌が増えるなんですね。年齢を重ねるとともに腸内に住み着いている菌、腸内細菌のですね、悪玉菌がなぜか増えるんですよというね、傾向があるわけなんですね。ですから40代過ぎてくると腸内にいた痩せる菌、善玉菌が減っていって、その代わりデブ菌と呼ばれる悪玉菌が増えるから太ってしまうということに、お腹の中がね変わってきてますよっていうことなんです。原因の2つ目です。代謝が落ちるから太るですね。これは40代を過ぎますと筋肉量が落ちます。そうすると結果代謝も落ちるわけですね。ですから今までと同じ運動量をしてたとしても間に合わないですよってことになります。そして3つ目の原因はこちらです。女性ホルモンが減少するからなんですよね。これは年齢を重ねると女性ホルモンの分泌がどんどん減る、出てないってことですよね。出にくくなってしまう。そうするとこの女性ホルモンが脂肪の燃焼、要は脂肪を燃やしてくれたり、悪玉コレステロールをねギュッと抑えてくれたり、代謝を上げてくれて、食べてもこう燃えやすい体にしてくれていたものが減ってるわけですから、そういった効果を得るのが少なくなってしまった、イコール今まで通りの生活をしてても太ってしまうっていうのは、この3つが原因なんです。では40代過ぎると太ってしまう女性の原因が分かったところで、一体どのようなことに取り組めば簡単に痩せることができるのかっていう、その具体的な解決策3つご準備しています。1つ目です。発酵食品を食べることです。この発酵食品を食べますと、先ほどお伝えした太る菌ですね、悪玉菌を抑えて逆に痩せる菌、善玉菌を増やすことができます。例えば発酵食品といえば代表的なものがありますよね。味噌汁だったり、ぬか漬けだったり、またキムチやヨーグルト、納豆などがそうです。そして解決策の2つ目はこちら、30分のウォーキングから始めましょうです。どうしてもですね、ダイエットイコール運動っていうね、テーマがパッと思い浮かぶ方多いと思うんですけども、もちろん運動も大事なんです。ただいきなり慣れないことをしたりですね、こう無理に頑張ってジムに通うけど結局続かなかったっていうのがね、残念な結果を生むわけですよね。例えば、無理な運動を急に始めたことで腰や膝を痛めたりとかね、私のサロンにお越しの方もそうなんですけれども、先生って、もう痩せようと思ってちょっとね普段と違う運動したら痛めたとかねあるあるですよね。なのでやはり続かないことをしてはいけませんよね。簡単なことでいいんです。でその時にこの30分のウォーキングがベストなんです。有酸素運動ですよね。しっかりと酸素を取り組んだ運動の方が痩せます。なのでこう激しい筋トレとかはね、そんなにいきなり頑張らなくてもいいんです。そしてだいたい20分を超えたあたりから脂肪燃焼効果が出ますから、やはり歩くのも30分目安にまずはスタートですね。片道15分、戻って15分のこんな簡単なことでいいです。まずは筋肉の、全体の7割はもう下半身にあると言われるくらい、やっぱり下半身使うの大事です。その時にやっぱりウォーキングって一番ね効果がありますし、骨盤も
しっかりと動く運動なので骨盤周りの血行も良くなって、まあ、内臓の代謝も良くなっておすすめ、もう一石二鳥も三鳥もありますから、まずは軽い運動から続けられることからスタートしましょうということですね。では3つ目、大豆製品を食べましょうです。先ほどお伝えした通り、年齢を重ねますと女性ホルモンの分泌がどんどん減ってしまって、いろんな痩せ効果が得ることができなくなっているわけですよね。そこで補える方法がこちら、大豆製品を食べれば女性ホルモンのエストロゲンと似た働きをしてくれるイソフラボンが取れちゃいます。なのでそこをしっかり補ってあげると、どんどん減っていくねホルモンを補充してあげることができますよということになります。いかがでしたか？ああこれなら簡単先生、まずはこれからやってみようっていうのがね、一つでもありましたら、まず実行に移してみましょうね。私のおすすめは毎日朝に納豆を1パック食べたり、またウォーキングは週に2、3回ぐらいからスタートされるといいと思います。今回のお話は以上になります。もしこのお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。